はい、さっきですね、クリスティーズのアジアンアートウィークっていうのを、まあ、ご紹介しましたけども、これはね、クリスティーズさんのアジアンアートウィークに合わせて、作った図録じゃないかな、これでね、9月が、まあ、もう終わっちゃってますけどね、ちょっと改めて紹介します。こんな感じで、まあ、はっきりクリスティーズのオークションのカタログそっくりですよね。これはもともとこのセバスチャンという、まあ、ビッグギャラリーですね、浮世絵の。この人はそもそもクリスティーズ出身なんですよね。だからまあ非常にクリスティーズの図録にとってもそっくりな図録を、まあ、出されるんですけども、まあ、非常に一流のものを、まあ、集めてらして、まあ、この中には私どもがお譲りしたようなものも中に、しばしば入ってますけども、今回は入ってるかな、わかんないですけど、入ってないです、なさそうな気がするな。鈴木春信の特集みたいですね。このタイトルは Fine Japanese Paintings Prints and Illustrated Books of 18th Century だから、まあ、18世紀の、まあ、本と版画と肉質の、紹介と、日本のね、という本です。まあ、これすごい、これね、こんなすごいの吸ったらいくらかかるんだろうと思いますけどね。まあこういう本で売るというね、まあ、ある意味ってうちの商売とちょっと似てますけどね。はい、まあ、こういうので、アメリカ中、世界中の、浮世絵マニアを引きつける、そういう商売をされてる図録で、まあ、あんまり立派なんで紹介しちゃいました。はい、背表紙もね、なんかちょっとこんなマークですけど、なんかちょうど浮世絵の協同組合の、マークとちょっと似てますね。これなんか意味があるんでしょうけどね。はい、ということでした。ありがとうございます。あ、うちの、浮世絵の、ホームページはこちらの方です。こちらの方もぜひご覧いただければと思います。ありがとうございます。